入れます、はい、せーの、はい、じゃあ、ボン。はい、でこれでまあ大体3分ぐらいで、それ何でした？ケチャップマニスとケチャップマニス、ミニャクブンブー、ミニャクブンブー。おー、リスニングいいね。あ、それで終わり。うん、あ、トコチちょっと荒くいい。おいくら万円、おいくらですか？インドネシアの食品扱ってるお店で、うん、これ1個いくらだと、うん、100円90円。あー、そう、麺だけね。うん、そうだね。いただきます。いただきます。うまっ。ヒーローダンハリニャクビキンコンテンブル様、ママ、こんにちは。こんにちは、スラマ。今日は今ね11時半ぐらいなので、まあ、スラマツシアン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 。お母さん3回目の登場ですね。はい、1本目が、料理動画、うん、2本目が、うん、インドネシア料理食べた動画、うん、で3本目がこちらのね、今日やろうと思ってる動画なんですけど、はい、まず今日はですね、インドネシア料理を作ってもらいます。はい、まあ、インドネシアの人が昔からずっと食べてる、うん、乾麺がありまして、はい、こちらですね、インドミ、インドミって言います。はい、これがまあ日本で言ったら焼きそばみたいな感じ、インドミーな、そう、インドミーこのミーっていうのが麺って意味、うんうん、インドネシア語でミー、うーん、そう、で、インドミーで、いろんな種類の味があるんだけど、これが一番オリジナル、うん、俺はこれが一番美味しいって思ってる。あー、何でもオリジナルが美味しいですね。そう、そうです、うんうんうん、なので今日はこちらのインドミーをこの写真のまんま、これをちょっと再現しようかなって思います。なので、その再現するために今日ここにですね、具材を用意しました。まずトマトとキュウリで、これがレタスでしょ。目玉焼き作って、パクチーね。で、ここエビフライ書いてあるんやけど、うん、ちょっとめんどくさいから、はい、エビを焼く。エビ焼きます。はい、エビ焼きます。で、あとは、はい、グリーンピースと、グリーンピース日本版唐辛子みたいなやつを使いたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきましょう。行きましょう。レッツゴー。早稲田ボーイ。そうです、皆さんこちら早稲田ボーイズのね、服着てるので、ぜひ皆さん、ディスクリプションボックスから買えるので買ってみてください。このインドミを作るステップはすごく簡単です。はい、ステップ2つだけ。はい、まず、うん、お湯を沸かしてください。はい、そうですね。じゃあこれを沸かしてください。はい、はい、うん、で一旦沸くまで待ってる間に、じゃあこの中身をね、はい、何があるのか紹介していきたいと思います。あー、はい、で中身がこの乾麺と、うん、あと味付けの粉とソースが入ってます。で、これが味付けの粉で、これがチャベって言って辛いやつ、うん、だからまあ辛すぎるの嫌いだったらこれ半分しか入れないと。あ、で、これが、ケチャップマニスって言って、インドネシアの料理って基本的にこのケチャップマニス使って味のコクとかを出して作ってる。なるほど。そう、で、これが、ミニャックブンブー。ミニャックブンブーミニャックが油で、ブンブーがブンブなんかその味付け、これか、そうそうそう、あ、シーズニングオイル、ブンブで、これを湯がき終わったものに混ぜて、うんうん、終わりっていう感じで、すごい簡単。簡単ですね。簡単で美味しい。そう、めっちゃ美味しい、これは。へえ、楽しみ楽しみ。はい、じゃあお母さん、お湯が沸いたので、お湯が沸いた、はい、沸きましたね。わー、はい、オッケー。じゃあこれをもう入れてみましょう。はい、入れます。せーの、はい、じゃあボン。はい、でこれでまあ大体3分ぐらい、そうで、いい感じに麺が、はい、あの食えるようになる状態までちょっと待ちます。あ、わかりました。はい、じゃあこれカットしていきましょう。で、このカットがこの切り方、はい、輪切りかな、この断面で切る感じかな、これはなんでもいいんじゃないですか。うん、え、これどうやって切ればこうなるかな。いやー、まあ、切ってみ。いや、ちょっとお願いします。私が、うん、私が切りますお願いします、はい、え、どういうことですか。ただ切ればいいんだっけ。あ、それでいいのかな。え、わからない、輪切りにすんの。いや、この切り方、こう、くし切りってこと。あー、いや、わからん。え、お母さんの思うように。ま、え、あー、あー、それだね。あ、これですか。あ、それだわ。あー、オッケーオッケーオッケー。ほんと。あ、それだわ。ナイス切り方。いや、普通に切ったら、うん、それだわ、多分それで大丈夫。はい、はい、つまみ食いうん、まあ、つまみ食い、うん、なくなるやん。うまっ。うん、
じゃあキュウリもあっちょってこれもええかな。うん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 。多分いい感じだわ。ほんと？うん、硬そうじゃない？一本食べてみるね。硬い？あ、いや、めっちゃちょうどいい、めっちゃちょうどいい。ちょうどいい。これ以上やったらあかんくなる。そしたらさ、ザルにあげる。そりゃザルやな。うん。そう、ザルにあげて、はい、じゃああげます。そう。で、ちょっと湯切り。はい。じゃあこの混ぜ、これをこの後、ブンブーに混ぜるので。ブンブーに混ぜる。はい。じゃあこれに入れます。はい、この中に入れて。この中に入れましょうか。はい。はい、オッケー。はい、オッケー。じゃあこれ匂ってみて。おぉー、インドネシア。うそ。インドネシアの多分大体こんな感じ。インドネシア。はい、でこれを、まあこれ多分全部いって大丈夫。インドネシア料理。ブンブーは全部いっても大丈夫。ブンブー。で、チャベは、ちょっと半分だけ。あー、辛いやつ。そう、これ結構辛いから。混ぜます。はい、混ぜ、あ、待って。で、これに油と、あの甘い醤油は入れて。それ何でした？ケチャップマニスと、ケチャップマニス。ミニャクブンブー。ミニャクブンブー。おー、リスニングいいね。おー、ケチャップマニス。発音とリスニングだね。ミニャクブンブー。ミニャクブンブー。はい、じゃあ混ぜて。混ぜる。混ぜる、なんていうの？アドック。アドック。アドック、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 アドック。いいね。めっちゃいい匂いしょ。うんうんうん。もう食べたいぐらいな。はい、じゃあやるのは、あ、キュウリも切っとくか。じゃあ俺目玉焼き作るね。作れんの？作れるわ。目玉焼きぐらい作れんの？こういう、あ、そう、あ、そのサイズ、そのサイズ、めっちゃナイスサイズ。はい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 、だんだん卵入れます。おお、はい。で、黄色、この卵。うん、いい卵やん。いい卵。半熟気味だよね。ああ、蓋した方がいい。これ蓋した方がいいやつよ。はい、じゃあこれ終わったら次エビやるね。ああ、先にエビ焼いてもよかったね。ね、結構待ち時間が長い。うん、効率が悪いわ。これやったことないから。あ、じゃあパクチーを。パクチーね。あ、このグリーンピースどうすんの？これ。え、グリーンピースは最後に乗っける感じ。じゃじゃーん。おー、いいですね。ナイス。トッピングをね、していきたいと思います。はい。あ、分かった。グリーンピース先にこっち入れて混ぜようか。あ、確かに。うん。グリーンピース。はい、グリーンピース入れます。入れますか。こんな感じでね。はい。あ、もうね、硬くなっちゃうよ、卵。あ、ほんま。うん。じゃあ混ぜて、じゃあ入れていくね。はい、入れていきまーす。何も終わる。ナイスー。ナイスー。この上？うん。おお。オッケー。うわー、綺麗にね。よくできるね。いやー、もうね。ね。留学してた時これしか作ってなかった。さすが。はい、じゃあエビ焼きますか？はい。はい。普段を炒めまーす。普段。はいはいはい。じゃあ入れちゃう、入れちゃう。はい。はい。結構プリプリだね、この普段。いい、いいエビだわ。これ多分インドネシアのエビだよ。あ、そうなの？あ、インドネシアのエビです。日本にはインドネシアのエビたくさん売られていますよ。あ、そうなんだ。うん、スーパーでね。あ、そうなんだ。うん、そうですよ。で、お母さんこれやってる間に、はい、じゃあやってます。並べていきたいと思います。はい。で、この感じだと端っこにトマトとかを並べていく感じですね。うん、はい、エビ美味しそうですよ。ほら、美味しそう。あ、じゃあレタスを下に敷くか。レタスを下に敷いて、緑あるだけで全然違うな。うん、そうだよ。めっちゃ美味しそうに見える。この上にトマトをね、はい、トマトとキュウリね。皆さん、こういう感じですね。あ、綺麗。めっちゃ美味しそう。うん、キュウリはもうパラパラって。そうだね。あ、もうエビいける、いけるよ。エビいける。うん、これちょっと塩コショウでもしますか。オッケー。塩と、はい、はい、胡椒もやってます。はい、胡椒と。わー、美味しそう。ナイス。はい、オッケー。じゃあ最後このエビをじゃあのっけましょう。うん、あ、それで終わり。うん、あ、パクチーちょっと洗っておいて。あ、まあまあまあいいか。で、今こんな感じでめっちゃ綺麗で、ここが、この辺ちょっと余ってるからここにエビ入れます。はい、なんだっけエビって。ウダン。ウダン。はい、どうぞ。ウダン。うわ、いいね。ウダン。2個。ウダン。3個。ここかな。あ、ここ、はまってるとこに。あ、ここ全部入れちゃう。うん、はい。こんな美味しそうなインドネシア見たことない。じゃあ最後パクチーをちょっと加えて、ね、ちょっと加えていきましょう。少しね、はい、うわ、うまそう。てか、ほぼ野菜。もう麺、見て、すごい。ナイス。うわ、完成。おいくら万円、おいくらですか。インドネシアの食品扱ってるお店で、うん、これ1個いくらだと、うん、100円。90円。ああ、そう。でもこれインドネシアで買うと多分もう
30とか。ああ、そう、うん、だからみんなも爆買いして家でこれ1人前だけど、もう5人前6人前一気に作って、一気に作ってね、簡単ですね。はい、ということで完成しました。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。うわー、はい、完成しました。わーい、めっちゃ美味しそう。美味しそう。こんなに凝ってインドミーを食べたことがないので、インドミーで、まあ目標としてはこんな感じなんだけど、うん、まあ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 いい感じでしょ。いい感じですよ全然いい感じ美味しそう。はい、うん、美味しそうってなんて言うんだっけ。栗ハタニャエナック。栗ハタニャエナック。うわ、うまっ。めっちゃうまいな、リスニング。栗ハタニャエナック。うわー、久しぶりやな、俺これ食うの。うわー、マジでうまいから。へえ、美味しそうだね。クリハタアニアイナ。クリハタアニアイナ。もう覚えた。クリハタアニア。クリハタアニアイナ。見て、クリハタアニアエナック。ラサニアギマナ。ラサニアがなんか味。ラサニア。でギマナがなんかどうだろうみたいな。ああ、ラサニア。どのような。ラサニア。ギマナ。ギマナ。クリハタアニアエナック。クリハタアニアエナック。ラサニアギマナ。ラサニアギマナ。そうそうそう。完璧。クリハタアニアエナック。ラサニアギマナ。完璧です。ラサニアギマナ。はい、じゃあ食べてみましょうか。じゃあまず麺だけね。うん、そうだね。はい、いただきます。いただきます。いただきます。うまっ。うん、めっちゃうまいっすよ。エナック。エナック、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 エナック。うん、あ、めっちゃうまいよこれ。ラサニアエナック。エナック。うん、うまっ。うん、美味しいね。じゃあちょっと卵と絡めて。そうだね。うん、卵なんていうの。トロール。トロール。トルール。トゥルール。このね、黄身に。ああ、だから半熟がね。そう。いいね。黄身につけて麺食べるか。ああ。はい。はい。いただきます。いただきます。うまっ。美味しそう。やばい。めっちゃうまい。うん。すごい。めちゃめちゃうまい。卵いいね。そう。半熟の。うん、もっとクリーミーになるから。うん、半熟の卵。うん、エナック。うん。マンタプチは。マンタ、マンタ、マンタ。マンタ。でもこれ結構脂っこいから、うん、やっぱ他の野菜と一緒に食べると、そうだね。いい感じ。うんうんうん。はい、エビもいきます。うん、エビもね。うん、プリプリ。うん、プリプリ。エビなんだっけ。バ、バ。ウダン。ウダン、全然違う。ウダン。インドネシアから来ましたよ、このエビ。そうね、インドネシアンウダン。インドネシアンウダン。どうですか、初めてのインドミは。美味しい。美味しい。安いしね。そうそうそう。で、簡単に作れるし、いろいろあのね、いろいろな野菜とか卵とかエビとか、これあの鶏肉入れてもね、いいかもしれないね。いろいろね、お肉を入れても。で、いろんな種類のインドミがある。これがオリジナルなんだけど、もう多分10種類、20種類ぐらいいろんなものがあるから、ちょっとまた別のね、企画でいろんな味のインドミを食べてみるっていうのをちょっとやりたいと思う。そうですね。はい、やってみましょう。じゃあまた次の動画ね、待っててください。うん、あ、美味しい。じゃあ今日はありがとうございました。さまさま、テルマカシー。さまさま。はい。じゃあこのね、服とか、はい、後ろ。ああ、これね。後ろ。かっこいい服売ってるので、ぜひ皆さん概要欄からチェックしてください。はい、ください。OK guys, テルマカシーのドンビールカレーイニー。チャンネルのLike、シェア、ビデオに、ダム、サブスクライブ、チャンネル、アク、トゥジョンアク、イトゥ、サンパイ、サトゥジュタ、サブスクライブ、サンウィニジェディ、トーロン、サブスクライブ、お願いします。トーロン。トーロン。トーロン、サブスクライブ。サブスクライブ。OK。Okay guys, see you guys in the next video! Bye bye! Bye bye! Sama-sama! Sama-sama!